皆さん、お疲れは、脇尾です。お前ら、うるさいのよ、マジで。去年、いや、今年からずっと言われ続けてきたランキング1位と言っても過言ではない。太ったね。ずーっと言われてきた。これは、俺が一番知っとる。よさこいバンキッシュの時は62キロ。さっき当たったら、72キロ。話はこっから。で、話は本題こっからなんで、先週ね、とある知人から、まあ、お前太ったねと、まあ、うるせえ、お前田んぼに見えんぞと思いましたが、こういうダイエットがあるよ、と試してみ。で、俺もめちゃめちゃ太ってたから、これやった方がいいって言われて、で、何のダイエットかっていうと、脂肪燃焼スープダイエット。結構話題になったらしくて、これ本当なんかなみたいな思いつつ、ウクニシで試してみますみたいな感じで、もう本当軽い気持ち始めてみよう。実はダイエット、その脂肪燃焼スープダイエット4日目なんですよ。これ本来は企画にするつもりなかったんで、さっき体重計やったわね。そしたら 68.9、 4キロ減った。で、あ、これやっぱ動画にした方がいいなと思って、これちょっとみんなに紹介したいなと思って、急遽動画にしました。脂肪燃焼スープダイエットっていうのは何かと、何ぞやと、待て待て、落ち着け。7日間の脂肪燃焼ダイエットということで、このダイエットは心臓外科手術の前に安全に急速な減量を行うために用いられているそうです。このダイエットは急速な脂肪燃焼を行います。重要なのは体に取り入れるカロリーより多くのカロリーを燃焼させることです。この方法で体内の不純物を洗い流し、スッキリとした気持ちになれます。このダイエットは簡単に作ることができるスープを毎日食べます。このスープはいつも食べることができ、食べれば食べるほど体重が落ちます。まあ、こんなんね、最初見てる時ふざけんなと思ったの。こんな楽みたいなダイエットねえなと思って、普通に4日間続きました。そしたら3キロ痩せました。脂肪燃焼スープ材料、作り方ですね。こちら、玉ねぎ大3つ、ピーマン1個、セロリ太いの1本、キャベツ大半玉を1個、ホールトマト1缶、チキンスープの素1個って書いてあるかな。はい、ということで、これは人参ですね。みんなもわかるね。食べやすい大きさに切ります。トントントン。おーっと、これは閲覧注意。うん、気持ち悪い。レタスですね。レタス、ポン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 。はい、こちらも閲覧注意。これピーマンですね。美味しそう。こちらも食べやすい大きさにカットしてください。で、次が、玉ねぎ。あー、なんだこの顔は。うん、気持ち悪い。うん、こちらもトロ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 。はい、プロンポンポンポン。で、これは、モロヘイヤじゃなくて、セロリ。はい、セロリですね。セロリも大きい。はい。そして、ホールトマトを、鍋にぶち込みます。はい、ぶち込んでください、野菜もね。で、そしてホールトマトじゃなくて水をね、ひたひたに、具材をひたひたにしていきましたら、これ鶏ガラですね。鶏ガラをぶち込んであげて、で、グッドですね。で、こちら、あ、こちらフレミングの法則ですね。で、こちら、はい、待って、フレミングの法則。野菜スープだけで痩せるんかと思ってるだろ。俺も思ったから、4日前の俺はな。で、禁止事項としては、お酒は飲まない。で、アルコール飲んでる場合は24時間経ってから始めてください。飲み物は水、お茶、ブラックコーヒー 100% ジュース、スキムミルク、無脂肪のみ、揚げ物、パン、小麦粉を使った食品は食べない。砂糖などあらゆる甘味料は取らない。まあ、ざっくりこんな感じなんだけど、じゃあ脇は、まあ、今4日目だけど、じゃあ1週間何をすればいいのと。1日目、バナナ以外の全ての果物とスープだけの日、水分は水か缶ビールに入ってないフルーツジュース。で、2日目、こちらも、スープと野菜だけの日。で、普通に1日2日目頑張ったじゃん。まあ、3日目何をすればいいかというと、1日目2日目のコンビネーション。スープ、果物、野菜を好きなだけ食べましょう。キウイと桃とかメロンとか、めちゃめちゃスーパーで、果物を大人買いして食ったの。で、もしあなたが指示通りに行っていたら、2、3キロすんで減量しているはずです。とりあえず3日続けてみようって思って、さっき測ったら3キロ痩せてるからね。結構ね、3日目ぐらいから結構辛いかも。で、まあ今日4日目の朝なんですよ。バナナ3本と、無脂肪ミルク、スキムミルクですね。500ml とできるだけ多く水を飲んでください。スープは好きなだけ食べてもいい。これは変わらず。このスキムミルク500って結構量あるよね。いただきます。あ、いける、いける。臭い。このスキムミルクだけでもめちゃめちゃ甘く感じるわ。だから俺バグってる、体が。うわ、こんな甘かったっけ。え、感無量すぎるかもしれん。まあ、とりあえずまたお腹すいたら、スープ食べたいと思います。変わったことっていうのは、やっぱりちょっとね、顔周りはシュッとしてきた。顎なかったのよ。ダイエット始める前、顎もビビってた。普通に久々シャバから出た犯罪者みたいな、なんか言い方悪いけど。ということで、5日目の、昼でございます。なんと5日目にして肉とトマトの日ということで、 350g から 700g 程度の赤身の牛肉が、こちら今日本日解禁となります。ありがとうございます。お肉が食えるの見て。
頼んだハラミステーキ 400g を今から食べていきたいと思います。いただきます。神は言っている、ここでし、まーん、まー、体めちゃめちゃ喜んでる。もう今すぐ牧場に行って牛さん、豚さん、鳥さん、神戸をされて冥福したい。はい、ってことで6日目の、9時ですね。トマトとこちらのスープですね、もう今すぐ食べたいこのステーキを今から食べたいと思います。それではいただきます。いやもうね、俺のねスープのレベルが上がってるんよ。あーもうこれ四つ星、もうミシュランとか比じゃない。うわ、あんま、このトマトめちゃめちゃ甘い。いただきます。はい、飛んだ。もうだって残すもあと2日ですよ。体重本当に減ってるんでしょうかね。油断せずに頑張りたいと思います。それではお楽しみに。はい、ということで7日目最終日、よっしゃー。あの玄米がね解放されました。玄米、野菜、甘味料の入らないフルーツジュースを飲みましょう。スープの最低1杯食べましょうということですね。でスープに入れてリゾット風に仕立ててみました。いただきます。神は言っている、日本に生まれてよかったなってなんかすごい思います。米って偉大だね。けど体感結構痩せてる気がする。4、5キロは絶対痩せてんのよ。久々食事したって感じする。必須のジャパニーズだわ。果たして脇尾は体重何キロ減ったのでしょうか。乞うご期待。はい、受け身。脂肪燃焼スープダイエットが無事終わりました。サクッとね体重の方上がっていきますか。まあ72キロがどれくらい痩せてるか、まあこのダイエット、すごく太った方で最大8キロ痩せるそうなんで、まあ8キロ痩せてるんではないでしょうか。普通に緊張するんだが。それでは運命の瞬間です。いきます。喜んでいいよね。だって減ってるもんね。だって72キロから69キロなんで3キロ減りましたか。そうだね、 iPhone 分引けば64キロ68キロだから1週間で4キロだから、単純計算1月12キロ痩せることなんだよ。喜んでいいよね。皆さんもねぜひやってみてください。コメントでどんぐらい痩せたかとかなんかいろいろ教えてください。普通にダイエットハマりそうだわマジで。以上わけでした。次回の動画でお会いしましょう。それでは見て肉増し、見て肉増しのスタミナ丼買っちゃった。